残念ながら我慢よ。私にはサスケくんがいる。どうやら決着がついたようだね。え？早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト！サクラ、カブトは後だ。今はどういうことです。どうやら最悪の展開になっているようだ。そろそろか。ナルトはこの先だな。急がなくては。どうした？サイがいないんです。どこにも。サイ、ついに動き出したか。だけど今はそれどころじゃない。これは。ナルト？ナルトなの？やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。ナルト！あんた、一体どうしちゃったのよ！サクラ、慌てるな。でも、ナルトが！大丈夫だ。こういう時のために僕がいる。え？僕ならナルトを元通りにできるってことさ。ヤマト隊長が？とにかくナルトを抑えないと。援護を頼む。はい。
とどめをさせよう。なんとかここまで抑えることができたか。動きが止まった。よし、今火影式自刃術撹乱日転推進。大丈夫なんですか？ああ、なんとか九尾のチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことなんですけど。サイのことはもうわかってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。ナルト！あれ？さくらちゃん。俺ってば、なんで。よかった、本当に。ご無事なようで何よりです。なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？一度、アジトに戻るわ。ん？私に。君は、ナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示により、あなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えば、その話、何を根拠に信じればいいの？それは、おかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。ロム。それで、私と交渉したいとか言ってた。はい、ここで話もなんだから、アジトで聞くことにするわ。やはりね。
え、サイが？ああ、前々からサイの行動は、だから僕の分身体を、どうやらサイはオロチマルと組み、あいつ見張っている限り。じゃあなんで？これはまだ推測の域。サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け、そしてサイの主とオロ…でもオロチマルと組んでまで、おそらく第二の木の葉崩し。そんな、何にしてもこのままサイを放っておくのは。きおす、この先。よし、